御子舞。三子舞、三子舞、神子舞とは、御子によって舞われる神楽の舞の一つ。御子神楽、八乙女舞とも、古代日本において、祭祀を司る御子自身の上に神が舞い降りるという、神がかりの儀式のために行われた舞が、元となり、それが様式化して祈祷や、奉納の舞となった。前者、神がかり系においては、古来の神がかりや、 託戦の儀式の形式に則っ,って回っては回り、返すという動作を繰り返しながら舞うことなどでその身を清めてからその身に神を下すという、その個体を残すところもあるが、現在では、優雅な神楽歌に合わせた舞の優美さを重んじた、後者、八乙女系がほとんどである。千葉や水、水管、火ばか白旅の装いに身を包んだ巫女が太鼓や、笛、銅病子などの林に合わせて鈴、扇、 笹、榊、兵などより大となる取物を手にした巫女が舞い踊る。また、関東地方の一部などでは、巫女が仮面をはめる場合もある。諸女が巫女、八乙女として、舞を務める例が多いが、近年では、神職の才女や老女が舞う場合もある。巫女舞の原点は、後進婦による神がかりの儀式にあったと言われている。取物を手にした巫女がまず身を清めるための舞を舞い、 続いて、右回り左回りと、純逆双方に交互に回りなが舞う。やがてその旋回運動は激しくなり、次第に巫女は一種のトランス状態に突入して、神がかり、脅威、跳躍するに至って、新託を下すことになる。舞という言葉は、この千枚の動きが語源であり、跳躍を主とする踊りもここから生まれたとされる。 中国の不劇の舞の基本を示した、八景舞譜には、音名をもって、後期となすとあり、舞踏の動作は音名を意味する左遷と、右盤を必須とすることが記されている。それは、対局図が表現する天地が、未だ分かれる、以前の音名根然の姿を示しているとされる。古事記、日本書紀において、天岩宿の前で待ったとされる、雨の渦め命の古事にその原型が見られ、 その子孫とされたサルメノ君の女性たちは代々人技館の助官としてカグラを奉納したとされていい。平安時代の宮廷で回れたとされるサルメノ、御子ナギ、上眼儀式はいずれも御子舞であったと推定されている。周囲集によれば920年、縁起20年に奈良の春日大社で八乙女と呼ばれる御子たちによるカグラが回れたと記録されている。 平安時代末期の藤原明平の女である、新猿楽期には、巫女に必要な4要素として、占い、親友、宿り期限、口寄せが挙げられており、彼が実際に目撃したという巫女の親友、神楽は、まさしく神と舞い遊ぶ仙人のようだったと、記している。また、少し後の時代に属する、両人秘書にある、鈴は、さやふるとだ巫女にも鈴を持ち柄舞い踊る巫女が、 登場する。中世以後各地の有力な神社では、御子舞が恒例となった。当時の御子舞は、旧来の神がかり的要素に加えて依頼者の現世利益を追求するための祈願を合わせて、目的としていたとされている。また、地方では、主権者と御子が結びついて祈祷や鎮魂を目的とする、民間収賊の色彩が濃い御子舞も行われるようになった。現在でも、祈祷、 祈願自体を神楽、あるいは、神楽を挙げると称する例があるのも、このことが元であると考えられる。中世の御子前に関する多くの資料が残されている、備前国、岡山県一宮の備津彦の神社の例では、1342年、公営元年、広告三年作成の一宮社法によれば、12名の御子からなる、御子座があり、 一宮の行事以外でも村々の招きに応じて、神楽を舞い、逆に村々の巫女が、一宮で舞うことがあった。だが、1471年、文明3年に作成された、宗者家者僧中神前後記念のこと当注文によれば、巫女にも宮巫女から選抜される、一神種と一般の宮巫女、村方の巫女に分類され、一新種のみが本社で神楽を無言で舞うことが許され、 託戦などの禁止、宮弥子は祈祷のみを許され、占い、託戦、湯立ては脇伝で宮弥子以外の者が行うことなどが定められて、神事に携わる者と託戦などを行う者が分離されるようになった。ところが、江戸時代後期に勃興した国学の中には、神霊の憑依などの霊的現象を因子邪教として、否定的に捉える学説が現れるようになり、 そのような民間修俗と結びつきやすい巫女そのものに、大使も否定的な動きが出始めた。あと、明治維新を迎え、国学的な浸透感をもとに、神社祭祀制度の抜本的な見直しがなされたが、1873年、明治6年には、神霊の表依などによって、卓戦を得る行為は、教部省よって全面的に禁止された。これは、巫女禁断令と通称される。 禁止措置によって神社に常駐せずに民間移動を行っていた巫女は全面的に廃業となったが中には神社に泊まることによって活動を続ける者もいた。あと、春日大社の富田照美らが巫女の神道における重要性を唱えて巫女舞の存続を訴えると同時に同社ゆかりの八乙女による舞をより洗練させて芸術性を高めることによって巫女及び巫女舞の京に つくしたのである。これが今日見られるようなみこまいになっていくのであるが、依然として、神がかりの系統を受け継いだ、古い形のみこまいを残している神社もわずかながら、存在している。その一方で、島根県松江市の助大神社のように、男性神職が女装して姫麺をつけて、みこまいを踊る神社も存在している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。